は、こんにちは。本日はどうぞよろしくお願いいたします。石川佳純さん、23年間の競技生活、本当にお疲れ様でございました。全農所属の選手として約12年間素晴らしい成績を残されご活躍いただきました。我々全農グループはもちろん、全国の生産者をはじめ日本中の皆さんに勇気と感動を届けてくれました。全農としてこれまで石川選手をサポートさせていただいたことを心から誇りに思います。これからも多方面でのご活躍をお祈りいたします。本当にお疲れ様でございました。引退を決意した理由は、自分自身やりきったと思えたからです。今日はとても晴れやかな気持ちです。こうして笑顔で今日を迎えられることをとても嬉しく、そしてありがたく思っています。私にとってこう食べることっていうのは、もちろん選手時代もそうですし、やっぱり体を作る一番大切な、一番基本となる部分だと思っていて、高校卒業してからプロ生活をさせていただく中で海外遠征もたくさんありましたし、その中でこの体調管理っていうのは自分自身すごく一つ大きな課題となっていて、まず怪我をせず体調のいい状態でコートに立つという上では、食べるしっかりしたバランスのいい食事を食べるっていうのがどれだけ大切なのかっていうのを学んできたので、そこで全農さんの様のサポートをいただいて、自分自身食営に対する意識がさらに高くなりましたし、また海外に行った時は炊飯器を持って行ったりして、お米を持って行ったりしておにぎりを作ったりして、パワーを蓄えて試合に向かっていたので、すごく温かいサポートをいただいて感謝の気持ちでいっぱいです。他の読者の方から多数の感謝のメッセージが寄せられました。これまで応援してくれた農家の方へのメッセージなどあればお願いします。はい、今まで本当にたくさんの応援をしていただきありがとうございました。日本の美味しい農畜産物をたくさん食べて、私も頑張ることができました。これからも美味しいご飯をたくさん食べて、自分自身パワーをもらって、また新しい形で卓球界にも恩返しできるように頑張っていきたいと思います。